グロスター公ヘンリー・スチュアートグロスター公、ヘンリー・スチュアートは、新京都革命期から、王政復古期のスチュアート朝、イングランド及び、スコットランド王族。父は、国王チャールズ一世、母は、王妃ヘンリエッタ・マリア・オブ・フランス。1659年に、グロスター公、ケンブリッジ博に助釈された。1640年、チャールズ一世とヘンリエッタ・マリア夫妻の4、 男として生まれた。兄に、チャールズ2世、ジェームズ2世、姉に、オランニエコウィレム2世妃・メアリー・ヘンリエッタ、エリザベス、妹に、オルレアン公フィリップ1世妃・ヘンリエッタ・ーンがいる。フランス王イ14世は、母方のいとこで、イングランド王権オランダ総督・ウィリアム3世は老いに、当たる。1642年に、長期議会と衝突した父は、 母や他の兄弟を連れて不穏なロンドンを脱出したが、わずか2歳のヘンリーは、自死エリザベスと共に、セント・ジェームズ宮殿に残された。それが災いし、第一次イングランド内戦では、議会派に、姉ともども人質に取られ、ノーサンバランド博アルジャーノン・パーシーに養育された。その際、将来議会は、チャールズ一世を敗位させヘンリーを次の国王に、擁立。 ノーサンバランド博を摂政に任命するとの噂が流れた。1646年に内戦が議会派勝利に終わると、オックスフォードからセント・ジェームズ宮殿へ送られた時計、ジェームズと共に人質生活を続け、時中理帰国応用率の噂が流れたが、ワイト島、カリスブルック城で軟禁され自死が1650年に死亡、1652年に、 ヘンリーを持て余したイングランド共和国により釈放された。長子メアリー・ヘンリエッタが嫁いだオランダへ送られ、そこから長兄、チャールズ、時刑・ジェイムズが亡命していたフランス・パリへ行き、母や妹、ヘンリエッタアンにも出会い、兄弟姉妹はパリで初めて顔を揃えた。1654年に母からカトリック回収を持ちかけられると拒否、長兄が移住したドイツのケルニエ、 同じく移住した。1658年に、時計やコンデコー、ルイ2世とともに、スペイン軍に参戦、砂丘の戦いで敗れ、危うく、捕虜になるところを脱出した。1660年に、王政復古の準備が整うと、イングランドからの迎えの艦隊に乗り込み、他の兄弟たちと共に、イングランドへ帰国した。5月29日に、 ロンドンへ戻り汚染復興を迎えたが、9月13日に天然痘のため20歳の若さで急死した。ともきよ P4 ガードナー P126 ウェッジウッド P135 ガードナー P382AB 森 P416 ともきよ P6P7P21 ウェッジウッド P613 ともきよ P28 P34, P36, P43, P46, P49 ありがとうございます。